で始めるの意外に簡単なんですけど、これ出るの大変なんですよね。あの一国だけで入って出ちゃうと意外に簡単なんですが、あのチームを組んでいって日本だけ帰ってくるとなかなか大変なんです。しかしながら実は日本で前例があるんですよね。撤退した前例があるんです。あの12月22日、これあの野田内閣の最後の日なんですね。あと、防衛省のですね、大臣会見概要とまだアップされていますが、平成24年12月21日、これ調べていただければあの全文ほぼ読めますので、これ野田政権最後の日、実はすごくこれよく覚えているのは、あの私その時あの内閣官房副長官の政務秘書官やってて官邸で勤務してて、これ最後の野田政権最後の、閣議および最後の安全保障会議での決定なんです。で、防衛大臣が、記者会見の冒頭で何を言ったか、これあの先ほど申し上げたアンドフというあのシリアとイスラエルの国境にある兵力引き上げ話の部隊の撤退に関してなんですが、最近のシリア情勢が事実上どんどんと悪化して改善の兆しがなく、このまま部隊を置いていても我が国の要員の安全を確保するという最も重要な問題を維持確保しつつ意義のある活動を続けるということは困難であると判断し撤収の決断をしたものであると、ですね、それでこれが、ですね、私もちょっと、2012年でした。2012年12月11日の安全保障会議の決定で撤退が決まりました。決断をしました。で実際には翌月に部隊を出したんですね。であの記者会見の中ずっと読んでいくと、あの国連、まあ、もちろん日本が勝手にというか一国で出ちゃうわけですから、まあ、ある意味一定のご迷惑をおかけするわけですよね。でかなり時間をかけて国連本部ともいろいろやり取りをして、かつ、ここに書いてあるのは国連全体の活動に関わる問題なので国連本部を通じて国連の本体並びに現地のアンドフ司令官の意向、周辺国の大使館のいろいろな意見調整に時間がかかったら決断に至った。これはあの全くあの同じ枠組みで、南スーダンにも今後適用できることなんじゃないか。当然あの治安が悪化すればですね、PKO 部隊も大した仕事ができなくなっちゃうわけですよ、ね、だからあの意外にこれ、野田政権最後の日で安倍政権最初の日だったんで全く紙面で取り上げられなかったんですけど、これかなり重大なニュースなんですね。やっぱりこういう前例をしっかり捉えて、まあ、あの南スーダンの状況、あの昨日暫定政権ができたっていいニュースなんですが、ただ拙速にあの撤退をしなきゃいけないと私はここで言うつもりではないんですが、状況をですね客観的に分析して、もし、自衛官の、命に、まあ、常に危険にさらされてはいるわけなんですが、コントロールできる危険、度合いを越した場合かつ任務がとどまってもですね、仕事ができないんであれば、まあ、撤退させなさいと、そういう政治判断というのは当然あの責任ある総理大臣としてはしなければいけないことなんです。だからやっぱり自分の思いとかではなくて、あのそういったところはしっかり客観的にあの安倍さんに限らずなんですが、その時の総理大臣とかそういったあの責任ある立場の人はあのしっかり判断をしてほしいと思います。まあ、こういう例があるということをちょっとご紹介させていただきました。はい、どうもありがとうございます。それではだいぶもう時間が過ぎちゃってるんですけど、テーマ的にはですね、次のテーマに移りたいと思います。